今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。前回の動画ではスキットル2個を収納するための袋として登場してもらったこのワッツのメスティンケースハードタイプですが、これがですね、メスティンケースとしてではなくて思いのほか役立っているものですから、ちょっと皆さんにご紹介しておこうと思います。前回お伝えした通り、メッシュポケットとかこういうループが左右についてて、ちょっとこう硬い感じでね、とても330円とは思えない作りなんですが、前回私見落としてたんですけど、ここにもポケットがありました。だから全部でね、5箇所のこういうねつけるところがあって、ここの深さもですね16センチぐらい懐がありますね。だからね、お箸とかもここに入りますので、とってもねこれは優秀なメスティンケースではないかなと思っております。私はこれを保冷バッグとして使ってます。と言いますのも、中にですね、缶を入れてもまだ結構余裕があるものですから、こんな風に保冷剤なんかと一緒に入れておくとですね、結構長い時間冷たいままになるんですね。今ですね気温が20度ちょっと切るぐらいの状況なんですけど、これでですね朝8時に入れて、だいたいですね3時過ぎぐらいだから7時間近くかな、7時間ちょっとかな、経ってもですね十分に冷え冷えでですね美味しくいただけるものですから、とっても便利だなと思って持ち歩いております。本当はですね保冷剤でもロゴスで売ってるものが一番これに実はぴったりでですね、上と下に大福ぐらいの大きさのやつを1個ずつ挟むようにこれを入れますと、多分ね一番理想的にね長い時間保冷してくれるんではないかと思います。ただあいにくロゴスの保冷剤2個で1200円ほどして高いので、ちょっと330円のねこのケースとは釣り合わないので、私の場合には洋菓子店なんかでケーキを買った時にもらえるこういった保冷剤、これをね詰めてるんですけど、これはこれで便利です。なぜかというと、こう隙間にね、挟むように入れることができるので、そんな風にするとですね本当にこう冷え冷えの状態が保てます。こちらのメスティンケースハードタイプの中にも、実はちょうどですねこのダイソーで買ってきた220円の氷点下マイナス10度っていうね保冷剤が入るので、これはこれで便利なんですけど、ただねこれを入れてしまうともう隙間がねかなり狭くなっちゃうので、3、4センチですかね、そんな風しかないので、ちょっとねいろんなものが入れられなくなるので、やっぱりねこのカップ、こちらはキャンドゥで買った固形燃料ケースですね、なんですけど、まあ、3個入ってね110円だったやつです。こちらにいらなくなった保冷剤の中身を移して保冷剤を作ろうかなと思ってます。セリアの固形燃料ケースもこれと全く同じサイズなので、同じ使い方ができると思います。こういったですね洋菓子店でケーキなんかを買った際にもうタダでもらえるようなねちっちゃい保冷剤なんですけど、基本的にはですねもう9割以上が成分は水です。であとこういうゼリー状、まあ、ジェル状にするための物質が入ってるということですので、まあ処分する時にはね燃えるゴミで捨ててくださいっていう自治体が多いと思うんですけど、こちらの中身をね出していこうと思います。特に体に触れたらね悪いとかいうことは聞いたことがありませんが、あくまで自己責任でやっておりますので、その点はご了承ください。はい、今ね一つ出してみて分かったんですけど、この保冷剤によってですね粘度っていうんですかね、そのドロドロ具合が全然違いますのでね、まあどれがいいかよく分かりませんけど、まああくまでこれねタラでもらったようなものなので、なるべくこう硬さが同じようなものをね使ってやってみようと思います。はい、今ねちょっといくつかやってみたんですけど、例えばこのゴディバのやつだったらもう1個でですね
ほぼ、満タンになりますので、まあ、3つぐらいあればね、3つぐらい作れる感じですね。一応2つ作ってみました。で、これを使って冷凍してみたいと思います。で、これを冷やしておいたものを1個上からこう置いたらですね、まあ余裕で入りますので、で蓋を閉じて持っていくという感じにしてます。まあおそらくですけど、まあ気温次第だと思うんですけど、今ですね20度切る、あるいは20度ちょっと超えるかな、昼はぐらいだったら、私車の中にですね7時間近くエンジンのかかってない車ですね、置きっぱなしにしてるんですけど、それでもですね冷え冷えのビールが飲めますので、結構ねいい保冷力で、これはランチビールケースにぴったりだと思ってます。この動画を撮り始めた時期は気温が20度前後だったんですけど、今はですねもう日中35度を超えてまして、まあ、車の中はねめちゃめちゃ暑いんですけど、この組み合わせで持っていくとですね、そんな暑い車の中に6時間入れといても冷え冷えのランチビールがいただけるので、すごいね保冷力だと思ってます。はい、ちなみに入れようと思えば縦にしてやるとちょうどね2個入って蓋も綺麗にできますので、まあ、そういう意味ではねより保冷力を長持ちさせたい場合にはこういう風にするとねぴったりになると思いますので、まあ、ちょうどねセリアとかキャンドゥで売ってる固形燃料入れなんですけど、これがいい大きさになります。実際にはねこれじゃなくても写真で写ってるようなこちらの商品だったらうまく入りますので、一番右側のねやつだけはね入りませんでしたけど、左の2つはねうまく入りますので、ぴったりねここに収まりますので、持ってる方はね買わなくてもこういったものを使えばいいと思います。もしこういうね今ダイソーで550円で売ってますが真空二重ステンレス缶ホルダー、まあ、こういったものを持ってる方だったらね、これに冷え冷えのものを入れた状態でも、さらにここに入れることができます。こんな感じですね。まだ少しねこのように隙間が空いてますので、まあ、コンビニで売ってるチキンバーとかね、私カニカマバーとか好きなんですけど、あスティック状のねバーなんかをここに入れて一緒に冷やして持っていけば、外でねちょっとランチビールと軽いおつまみが食べれることもできますので、そういうのがねおすすめです。ということで、これをバッグとかにねつけて持ち歩けば、まあ一本用のランチビールケースとしてね使えますので、これからの暑い夏はご利用いただけるんじゃないかなと思います。車のダッシュボードなんかにもねこのカラビナを引っ掛けていくことによって車の中にもね常備できますので、そういう意味でもねとても便利なケースです。ということで、今回の動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もお願いします。動画最後まで見ていただきありがとうございました。